うん。キウイですね。キウイジュース。キウイジュース。あとはね、青リンゴのジュースのような感覚？そうですね。マスカットベリー A の特徴がそのまま出てますよね。それはですね、いちご。いわゆるストロベリー、ラズベリー、いちごジュース、いちごドロップ、いちごジャム。はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長ぷ、塾長ぷ、お酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、シャトレーゼですね。シャトレーゼのワイン、シャトレーゼベルフォーレワイナリー、2カ所あるんですけど、そのワイナリーが作るワイン2つ2種類飲んでいきましょう。シャトレーゼっていうね、洋菓子で有名なね、お菓子で有名な会社なんですが、シャトレーゼの名前の意味、シャトー、いわゆるフランス語なんですけど、フランス語のシャトーはお城、そしてレザンなんですね。シャトーレザンという意味なんですが、レザンはですね、フランス語でブドウ、そうなんです、ブドウなんですね。よってシャトレーゼっていうのはブドウの城、ブドウの城というね、そういうね、命名由来の名前があるんですね。よってですね、お菓子も大事なんですけど、ブドウを大事にする。そしてブドウといえばですね、お菓子にも転用できまして、食用にもできるんですが、やはりワインですね。ワイン、これがね、シャトレーゼだからね、手掛けるコンセプトの一つになってますよね。で、2カ所と申し上げたんですけど、シャトレーゼのワイナリーは2カ所なんですけど、2000年ですね、シャトレーゼがワイン事業にね、参入してきたのは2000年からですね。2000年にまずはシャトレーゼの創業の地であります山梨県の勝沼ですね。山梨県の勝沼、そしてその2年後、2002年にですね、山梨県の北斗のエリアにありますベルフォーレワイナリー、これはね、もともと雪印ですね、雪印のベルフォーレワイナリーを引き継いでですね、それでシャトレーゼのね、ワイナリーにしたっていうことでね、2カ所あるんですね。とね、もともとね、シャトレーゼっていうのはね、1954年ぐらいだって言ってたからね、1954年ぐらいに創業、今川焼き風のね、お菓子のね、甘太郎か、甘太郎っていうものをね、展開したのが一番最初なんですね。そしてその5年後に有限会社、甘太郎にしてですね、さらにはその10年後、だから1964年に、ヤマトアイス、ヤマトアイスっていうね、会社も作って、アイスクリームとか、現在主力でありますシュークリームの開発にね、邁進するんですね。で、最終的には1967年に、その今川焼き風のね、お菓子を作ってる有限会社、甘太郎、そして、ヤマトアイス、ヤマトアイスがね、ヤマトアイスが吸収したっていう形になってですね、合体しまして、シャトレーゼっていう会社になったんですね。1967年にシャトレーゼ、そしてそのね、33年後にですね、2000年になりましてね、ワインに参入してきたっていうことなんですね。でね、シャトレーゼのね、シャトレーゼのお店行ったらわかると思うんですけど、洋菓子のね、たくさん洋菓子置いてるんですけど、一角にね、ワインも置いてはる時あるんですね。置いてはる時っていうか、ワインも置いてるんですね。この2本もね、あ、この3本もね、そこの、シャトレーゼで購入することができたんですけど、こちらはね、樽があってですね、樽からね、直にね、ワインを詰めてくれる樽出し生ワインということでね、売ってはったのをですね、購入させていただいたんですけど、まあこのようにですね、洋菓子も美味しいんですね。シュークリームも美味しいですし、バター、レーズンが入ったクリームのね、シャトーレザンか、シャトーレザン、まさしくブドウの城っていう意味なんですけど、そのお菓子も美味しいですし、あとはね、どら焼きにバターが入ったやつがね、キャット様お好きって言ってたますね。どら焼きにバターが入ったものがキャット様がお好きって言うんですけど、まあそのように洋菓子も美味しいんですけど、まあ洋菓子のお供になるね、今回フレッシュなね、ライトタイプの2タイプね、飲んでいけたらいいのかなと思いますね。もちろんフルボディタイプもあります。フルボディタイプもあってですね、シャトレーゼのワインっていうのはワイン通の中でもね、結構ね、すごい一目置かれてる存在なんですけど、今回はフレッシュフルーティーが、優先的にありますね。白ワインのカイミレーですね。非常に珍しいブドウ品種であります。カイミレー。2020年収穫カイミレーですね。カイミレーはレッドクイーンブドウ品種と、レッドクイーンブドウ品種と、甲州三尺の掛け合わせでですね、掛け合わせてカイミレーというね、
ブドウ品種になった、それを使った。おそらく、シャトレーゼのワインしかないんじゃないかっていうぐらいね、オンリーワンのね、ものですね。一方、この赤い方、これはね、朱色、濃い朱色になるんですけど、ロゼワインですね。ロゼワイン、マスカットベーリー A ですね。日本の黒ブドウの筆頭といえば、やはりマスカットベーリー A。そのマスカットベーリー A のロゼ、甘口タイプ。この二つ。白とロゼ、白とロゼをですね、飲んで楽しんでいきましょう。はい、ミレー。オンリーワン、ワイン用のブドウではオンリーワンと言っても過言ではないでしょうね。マスカットベーリー A。外観はそれぞれ美しいですね。カイミレーはほぼ無色透明なんですけど、淡いグリーン、淡い、非常に淡いグリーンを呈してますね。アルコール度数 11.5%。 一方、こちらのマスカットベーリー A 甘口タイプはですね、朱色、淡い朱色、控えめなレッド、ピンク色、濃いピンク色、アルコール度数 11%、 対照的な2銘柄ですね。では、シャトレーゼのライトタイプの2つのタイプのワインいただいていきましょう。まずはですね、こちらのベルフォーレワインのカイミレー、カイミレーから失礼いたします。香りはですね、果実味あふれる果実ジュース、果実ジュースで、この香りはキウイですね、キウイジュース、キウイジュース、あとはね、青リンゴのジュースのような感覚で、どことなくね、なんだろう、焼いたような木のようなですね、そういう、なんでしょう、日本のブドウのグリ、紫系ブドウによく感じるようなね、そういう焼いたような香り。やっぱりジュースですわ。桃ジュース、桃ジュース、洋梨ジュース、キウイジュース、キウイジュース、そして青リンゴジュース。そんな感じのあるね、香りなのかなと思いますね。では、口に含んでいきましょう。失礼いたします。果実味豊かですね。果実味豊か。そして、シャープな酸味。シャープな酸味ですね。シャープといってもね、尖ってるような感じではなくてですね、やんわりと してるようなですね、豊かな酸味。ボリュームがある。ボリュームがあるって言っても甘いっていう感じじゃなくて、果実ですね。果実を噛み締めてる、咀嚼してるような感じですね。でね、まったり旨味のようなニュアンスもありますね。まったりうまい。そして、じわ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 洗練されたピュアなビターさ、苦味がありまして、飲み込んだ後はですね、さらっと流れていきません。さらっと流れて存在感は残すんですけど、その上質に余韻が消えていくっていうイメージでしょうかね。上質に余韻が消えていく。鼻から抜ける香りはですね、鼻から抜ける香りは、桃ピューレ。桃ピューレですとか、キウイですね。キウイジュース。キウイピューレ。そんなね、イメージなのかなというふうに思いますよね。いや、さっぱりスイスイ爽快。しかし果実味がある。果実味がある。おやつ。お昼時のおやつですとか、あとはですね、果物。酸っぱいような果物と合わせるような、例えばなんだろうな、タルトとかかな。タルト。果物系のタルトとか、タルトとかも合わせても非常にいいのかなと思いますね。そこはシャトレーゼの洋菓子と合わすことができたら最高、最強なのかなと思いますね。一方、こちらの朱色であります、ロゼワイン、マスカットベーリー A、2022年収穫ですね。こちらの方を、香りの方を失礼いたします。そうですね。マスカットベーリー A の特徴がそのまま出てますよね。それはですね、いちご。いわゆるストロベリー、ラズベリー、いちごジュース、いちごドロップ、いちごジャム。そんなね、赤系ベリーがよく全面的に出てる香りですね。で、その奥にですね、なんだろう、山椒のようなですね、ホワイトペッパーのような、そんなね、ハーバルな印象もあるんですね。いちごの草、いちごの葉っぱ、いちごの葉っぱみたいな感じ。いちごキャンディー、いちごジャム、ストロベリー、ラズベリー、
まあそういうねマスカットベイリー特有のねフレッシュな香りがよく出てますよね。このシャトレーゼのワインね、フレッシュ製法がね結構ね、なんだろう、ノウハウがあるっていうのは聞きますよね。では口に含んでいきましょう。マスカットベイリー A の方ですね、失礼いたします。うん、甘口って書いてるんですけど、あの多少の甘口ですわ。いや甘口で濡れた酸味、濡れた酸味がありましてですね、そしてこちらもですねまったりとした旨味を感じることができますね。鼻から抜ける香りはですね、鼻から抜ける香りはストロベリー、ラズベリーですね。いちごジャム、苦味控えめ、ビターさは控えめですね。そして飲み込んだ後はですね、アルコール度数も控えめっていうこともあってですね、優しくたおやかエレガントに流れていくような感じですね。全体的に口の中がですね、ストロベリー、いちご、ラズベリー、そんなねイメージがずっとねつくロゼワインですね。これも同じくですね、おやつですわ。おやつ、昼盛りのおやつと、単体で飲んだり、あとはね、レーズンですね。レーズンとバターが合わさったような、どちらかというと、ライトレーズン、ライトバターみたいなね、そういう感覚の、ライトな系統の甘みがあるね、お菓子とかつまみに合わせるとちょうどいいのかなと思いますよね。この2つあれですね、単体で十分うまいですね。スイ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 飲めてしまう。さすが、シャトレーゼの作るワイン、フレッシュフルーティーなワイン未銘柄。だというふうに感じることができましたね。美味しくいただくことができました。では今夜はシャトレーゼ、シャトレーゼのベルフォーレワイン2銘柄、白ワインになります、カイミレー、カイミレー、そしてですねマスカットベイリー A ロゼ、マスカットベイリー A ロゼ、この2銘柄で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾長でした。塾長ぷ、塾長ぷ、塾長ぷ、お酒、お酒、お酒。